これないですよ。パーピンとか2人にとってですね、2人の現物。これ通しはパーピン、パーピンが今なんだ。5800。1ピンフワカ5800の上がりは小林です。これで伊達を逆転してトップ目、リーチ棒も、2本ゲットしました。さあ小林連チャンです。持ち点3万9000点まで来ました。ドラは2ピンです。バカゼのナンが統一、赤ウーソーが1枚です。統一で入っています。これは泣いていくでしょうね、ナンは。なるほど、また赤がある。いい連単品で決めるか。一面つの太郎、両面もあります。岡田も一面つ、両面ターツ、カンちゃんターツ、ペンちゃんターツ。伸び方してますね。単元はなくなるけど、小さな横伸びも良くなったんで。はい。おっと。原さんもいい。なんか比較的みんないいですかね。いいですね。純ちゃんたですかこれは。純ちゃんたなんで、ウーマン先打ちもちょっと考えてましたかね。うん、ここはローピンから。チーピン引いた時は一応6789のジャントー作りもあるよっていう考えだったと思います。はい。さあ小林の期待なんですが、ここに、あ、このローソーツモが9ピン重なりが嬉しいってことですよね。はい、頭もできた。つも順調です。太郎数万に続いてパーマン。頭はいつでもできる手と頭が欲しい手っていうのは結構違うんで、はい、今の2人とも頭欲しかったんで、いいつもしましたね。うん、頭で苦労するときありますからね。あるんですよ、頭と軽んじる流れというかね。わー、来たよ。さあ小林ポンで、今伊達はもうこれ完全臨戦態勢です。一歩も引く気ないでしょう。元よりチームは崖っぷち。もうチーソーも外さず目いっぱいです。このチーソーは皆さん外しちゃなかなか外せないですよ本当に。キューピンとチーソーあんこったら高め3色ですからね。あ、そうですね、はい、ピンフがなくなる代わりに高め3色の方も残るんで、打点が全く違います、はい、チーソーキューピンツモまだ持ちますね。いつもよりも伊達さんはだいたい80目90目ぐらい、うおー、いい3点。90目ぐらいまでにはまあ安全牌と変えるイメージなんですけど、この許可持つでしょう。持ちますね、うん、ローソーとか引いたらもう3層切っちゃうまでありますか。もう今日はいつもそうか、いつもは違うか。あるけど、チーソーとかになるかな。あるけどまだまだですね。これは小さい打ちやすいですね。9ピンもあります。これあるてか9ピンいくか。もう行っちまえと。バイマンもう一発だよ。面単品確定させて3色の負け付き、パーマントリアンソーのシャンポン待ち天敗は太郎役なしです。太郎さん今のリーパイを見ると、はい、関数マンチーしていいマン切って単葉のルートもありますね。なるほど、天敗からもありますね。出上がりできるようになるんで、うーん、一度見でこれのね、あの手配入れ替えられないよりはいいっすね、はい、ここは冷静に闇手を選択しています太郎です。岡田いいシャンテン、小林いいシャンテン。ドラのリアンピンがねまだ岡田さんの1枚しか持ってないんでチャンスなんですよね。だから眠ってますね。ん、変わった。これリーチある、これリーチある。てかリーチか。1。さあここは太郎、待ちは変わらずパーマンとリャンコですね、はい、のシャンポン待ちのままリーチになります。1枚ずつ打点アップ。いや打点は今度こそ折りがない。何引く。これ差し事しごろの両天秤だ。むしろ喜べ。つも3万パーマン1個減る。リャンゾ1枚だけ。1枚。ウーソーがもうめっ、リャンソー1枚ずつか。リャンソーきついんですね。はい、タロさんリャンソー1枚。岡田さんドラ引いたら勝負。抜きましたね。あー、チーピンも打たない。
フォアシャまで粘っています。引いたリーチだね。もうこれでリアル1枚ずつ。確かにサブローマンには一緒なんですけど、ロッキーマンもある。あー、一応安全度か。放置したらこのともこもないんですよね。なるほど。で、不確定なんで3色は。はい、ありがとうございます。4、5、6確定してたら言ってたと思いますね。確定だったらローピンツモとか、はい、これはウースを積もんないと3色にならないんで、はい、補充リスクが低い方にしましたね。さあ、リャンウソ1枚ずつ。太郎のシャンポンは1枚。伊達さんは負けなしか。補充はなしですね、はい、はい、いつもなんで。あります？なくない？ない、ない、ない。てか伊達の捨て牌がすごい。中チャンパイが3万とパーピンしか通ってない。ない、ないですね。じゃあ端っこでタニアをつかない方の当たるパターンが少ない。いい漫画言いそうですかね。言いそうは2枚切れてるんで、シャンポンも短期もほぼない。言いそうですか、はい、代わりに埋まってない率も高いっていう風に見るんで、はい、そことの間合いですね。なんだ、スーピン何もないなら2枚打つってことですね。あの太郎に中筋。あー、これ例えばトータルスコア考えて、はい、あのドリブンゾーンに打ちたくないとかもあります。ありますね、はい、あります。打つならこ、ファイトクラブの方っていう風にも考えてますが、純粋に、ま、2枚だったってことですね。なるほど。あ、これでイーソーム取って小林は相当通ります、はい、嘘だ、嘘だ。8300リーチ単用ピンフ赤市8000点は、ファイトクラブからすると今 目標の一番手、はい、ドリブンズからの直撃。しかもトップに立ってるんで、はい、まだトップラス今34600点かな、おそらく、はい、なんですけど結構近くまで来てます。これ伊達が一応目標の7万5000点にたどり着いた時にはドリブンズは多分箱割りますね。割りますね、はい、だからそこまで頑張れたらまずは1個目の壁クリアと。ただ逆を言うと、はい、ドリブンズ的にはそれが分かってるんで、その選択を取らないみたいな。そうですね、先手でも上がりに行くよとかもあると思いますね。例えば4着嫌だから3着に頑張って着順上げなきゃとかを今はしなくてもいいわけですもんね、はい、しなくてもいいです、はい。